雨の中ご来場いただきありがとうございます。オブヘアです。今日のオブヘアのテーマは環境です。いやー、今年の夏も暑かったですね。この先地球はどうなってしまうのでしょうか。ぜひ最後までご覧ください。地球は今変わり始めています。最近の異常な暑さもその一つ。自然が少しずつ失われている中で私たちに何ができるのか。小さな行動が未来を作る鍵なのです。美容業界もまた環境とともに歩む時代へと変化しています。人を変える、心までも形を変える、そして新しい自分が現れる。髪は重力とともに動く。フォルムは無限に広がり、デザインが息づく。カットは残すこと、切ることではない。髪は動いてこそ美しい。素材を生かすことで個性がより際立つ。シャープな前髪、柔らかな毛先、相反するものが共存することで全く新しい表情を見せる。カラーは光、光は影、影は立体を作り出し動きが生まれる。カラーは立体を生み出す。パーマもまた無限の可能性。ひねりを加えることで髪に新たな表情が生まれ、フォルムは自由に変化する。人は変わりたい。髪はその手段。年齢に関係なく自分自身をデザインする。年齢は個性、その人の歩みを刻む一部。そしてシンプルなデザインがその個性を際立たせる。美容師は見えないものを形にする、心をデザインする仕事。まだ見ぬ世界を見たいのです。勇気を持って見に行こう。新しい自分との出会いを生むのです。未来は決して暗いものではありません。私たちの一つ一つの行動が確実に変化を生んでいます。例えばオゾン層の回復がそれを証明しています。かつて大きな危機にあったオゾン層が10年後にはほぼ回復していると言われています。これは人々が少しずつ意識を変え行動した結果です。小さな一歩が地球の未来を救うことができるのです。私たちが今行っている小さな選択や行動もやがて大きな成果を生むでしょう。塵も積もれば世界を変える。私たち一人一人が未来をデザインする力を持っています。地球に優しい選択を積み重ね、共に明るい未来を作りましょう。ありがとう。
ご来場いただきありがとうございます。オブヘアです。今日のオブヘアのテーマは環境です。いやー、今年の夏も暑かったですね。この先地球はどうなってしまうのでしょうか。ぜひ最後までご覧ください。地球は今変わり始めています。最近の異常な暑さもその一つ。自然が少しずつ失われている中で私たちに何ができるのか。小さな行動が未来を作る鍵なのです。旅遊業界もまた環境とともに歩む時代へと変化しています。あと8秒ですよ。この音今来ます。カットは人を変える、心までも形を変える、そして新しい自分が現れる。髪は重力とともに動く。フォルムは無限に広がり、デザインが息づく。カットは残すこと、切ることではない。今5分55ぐらいで多分9髪は動いてこそ美しい。素材を生かすことで個性がより際立つ。シャープな前髪、柔らかな毛先、相反するものが共存することで全く新しい表情を見せる。カラーは光、光は影、影は立体を作り出し動きが生まれる。カラーは立体を生み出す。パーマもまた無限の可能性。ひねりを加えることで髪に新たな表情が生まれ、フォルムは自由に変化する。人は変わりたい。髪はその手段。年齢に関係なく自分自身をデザインする。年齢は個性、その人の歩みを刻む一部。そしてシンプルなデザインがその個性を際立たせる。美容師は見えないものを形にする、心をデザインする仕事。まだ見ぬ世界を見たいのです。勇気を持って見に行こう。新しい自分との出会いを生むのです。未来は決して暗いものではありません。私たちの一つ一つの行動が確実に変化を生んでいます。例えばオゾン層の回復がそれを証明しています。かつて大きな危機にあったオゾン層が10年後にはほぼ回復していると言われています。これは人々が少しずつ意識を変え行動した結果です。小さな一歩が地球の未来を救うことができるのです。私たちが今行っている小さな選択や行動もやがて大きな成果を生むでしょう。塵も積もれば世界を変える。私たち一人一人が未来をデザインする力を持っています。地球に優しい選択を積み重ね、共に明るい未来を作りましょう。